YouTuber の竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。9月5日に横浜の4代目マスター組山崎正幸総裁お亡くなりになられましたが、葬儀は無事終わられたんですか？通夜告別式は9月11日と12日に行われて、11日の日は出席できるプラチナ全員、それで12日はブロックの直さんが弔問に訪れて無事終わったみたいで。あ、そうですか、うん、どちらで執り行われたんですか？神奈川県横浜市やな。総愛会の6代目塩島正則会長の葬儀が去年8月にあったやろ。ああ、ありましたね。そこと同じ斎場やったと聞いたよ、うん、山崎正幸総裁ってまだそんなに高齢な方ではないでしょ？若かったな、うん、61歳でこの業界で言うたらまだまだ油が乗る年代やわな、うん、そやけどずっと闘病中やったみたいよ、うん、うちでも触れましたが、去年当時3代目矢島組組長だった中山和弘総裁と一緒に引退を申し出られてたようでしたもんね。そうやな。そやけど2人とも直参残留のまま総裁に退いたわけやな、うん、そやねんけどそのまま一緒に仇になるもんも出てくるしな。ああ、そうですね。また総裁で残してもらう方が本人らもええやろしな、うん、マスター組って2つありましたよね。横浜ともう一つ兄貴の方増田圭介組長が名古屋におったわな。あ、で5代目になってから射程頭しとったやろ、うん、私も竹中正久親分について総愛会当時の会長の葬儀に千葉県の鴨川市まで行ったことあるんよ、うん、その時に名古屋から乗り込んできたのが増田圭介組長やったな。あ、そうですか。で神戸から山本博史組長も一緒やって、うん、この鴨川での葬儀の時は竹中正久親分と山本博史組長とはものすごい親しいに話しとったけどなまあ役立ち組織言うたら人間のしがらみが絡んだらいろいろ出てくるわな、うん、増田義雄組長って鶴田浩二襲撃事件の時におられた方ですよね。そうやな。これ山本健一組長とか頭しとって波にさらわれた梶原組長も一緒やったな、うん、話変わりますが、前にうちのチャンネルで扱った沖縄極竜会の島を荒らしたギャングたち、その後どうなったんですか？実行犯4人のうち2人が大阪府警の協力で沖縄県警が身柄を確保したらしいよ。誰か分かってるんですか？いや、そこまでは聞いてないけど、大阪府在住の岡山、塚本、山下、このうちの2人やろな。現地でコンテナに拉致されてたものを含めて計3名の逮捕者ということですね。そうやな。車区の三好も時間の問題ですかね。そら時間の問題やろな。だけど後藤英二みたいに時効まで逃げ切るもんもおるしなそうです、ね、そら私が一概に言われん。確か闇カジノでしたよね。被害届出されたんですか？そりゃ被害届が出とうから逮捕したんやろ、うん、でもこの沖縄県警が素直に受理してくれたかしてくれへんかわからんよ。あ、そうですか。あの時の監禁しとった人間みんなパクっとんやからな。あ、でも会長が YouTube で言ったのも一役あったんじゃないですか？そこらは聞いてない。ああ、そうですか、うん、でも極竜会ではなく警察に捕まった方がこのギャングたちにすれば幸いだったんじゃないんですかね。そりゃそうやろな。極竜会にガラさらわれとったらただですまんやろしな、うん、焼き入れられてよ。でまた強盗で懲役行かなあかんし、そりゃダメージ大きかったやろ思うでそうですよね、うん、竹中正久親子も確か暗殺される前に沖縄に行って極竜会からのゴルフ接待受け取られたんでしたよね。そうやな。当時中西組、中西和夫組長とこの射程から4代目山口組の直参になって頭補佐になっとった加代組長の仲立ちで1月16日から18日2泊3日で竹中正久親子行ったらしいな、うん。ところで沖縄の刑務所にこのギャングたち入るんですかね？中でいじめられるんじゃないんですかね？
いや、分散してはやるやろな。あ、そうですか。そこら辺考慮して分類はやるからな。あ、そうですね。うちにおった子、二人沖縄刑務所行っとんよ。そうなんですか。うん、まあ、二人とも同じように勤めは楽やったけど、食べ物が合わんで困ったって。あ、そうですか。だから二人とも痩せて出てきたな。うん、花賢治も沖縄刑務所やったよったな。おー。で、うちのおった若い種も花賢治のことはいろいろ聞いたって。あ、そうですか。うん、工事は一緒ならずやけどな。強盗といえば、昨年1月15日、狛江市のおばあさんを結束バンドで縛って殺した実行犯、判決を受けましたよね。ルフィ事件な。うん、これもっとほんまは高かったもええ加減なもんやで。うん、強盗殺人やからな。うん、中西一世ですね。そうやな。当時は19歳やったから、まあ今現在21で懲役23年、あと黒幕ルフィなんかを考えたら妥当な判決かもわからんな。これ後の黒幕は30年間無期が来るやろな。あ、そうでしょうね。うん、JP ドラゴンの手下ルフィの駒として事件を起こして23年とは本当軽率ですよね。そうやな。このルフィ事件も一番最初に取り上げたんうちのチャンネルやしな。そうですね。それから NHK がフィリピンまで取材に行って、うん、NHK やっとったやろ。 ね、あれもフィリピンによる現地の人間を私が紹介したんよ。あ、そうなんですか。 NHK にな。うん、最初 JP ドラゴン取り上げた時に皆さんあれっていうの感じで思われてたんじゃないんですか。そりゃ非難もあったわな。うん、そんな JP ドラゴンいてルフィ事件に関係ないとかな。うん、そやけど今では私が言ったことがみんな定説になって現実にJP ドラゴン暗躍しとったんやからな。あ、そうですよね。それでも吉岡隆二まだ逮捕されへん言うのもおかしな話やな。うん、フィリピンの現地に溶け込んどんやろな。そうですよね。うん、このルフィ事件の情報先、ネタ元はどうやって知り合われたんですか。そう、前も言うたけど姫路におったことあるんよ。それで私は忘れとったんやけど相手覚えとって、うん、で連絡くれたんよ。日本人としてこんな恥ずかしいことは許せんってな。あ、そうですか。その人の息子も今広島の方でボクシングやってるわ。16になったんかな。あ、そうなんですか。うん、ボクシングといえば個人会青少年育成部長のオールボクシングジム田中正春会長ところの岩崎選手、先日の試合で勝たれたんですよね。そうや、岩崎圭介強いわな。うん、強いんですね。うん、そやから個人会挙げて応援しとうから、うん、戦う時にパンツに五人会って入ったはずよ。うん、この岩崎圭介選手は竹中正久親分の大ファンでな。うん、肝心な大きな試合の時は必ず竹中正久親分の墓参りに来て、その後五人会の活動にも出席するわ。あ、そうですか。そやからボランティア精神もものすごい旺盛やしな。うん、私はぜひ日本チャンピオンになってほしいな。うん、まあもうそこまで手が届くところへ来とんやけどな。うん、でもいい人材ばっかり揃われてますね。そうやな。では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。